はい、こんにちは。今日はユニクロについてお話ししたいと思います。ここ数年でユニクロのことをいろいろ知るうちにとても興味を持つようになりまして、今はファッションとしても積極的に活用するようになっています。私と同じく以前のユニクロのイメージからあまり変わってない方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、今日はユニクロの魅力について解説していきたいと思います。今回紹介するのはユニクロ U という特別なラインです。ユニクロには通常のラインとは別にブランドとコラボしたりデザイナーとコラボしたりした特別なラインが存在していて、このユニクロ U というのはクリストフ・ルメールという方のチームとコラボしたものになります。クリストフ・ルメールさんは世界的に有名なデザイナーで、エルメスのデザインを手掛けたこともある世界的に超一流のデザイナーです。特徴としては独特な中間色を多用したデザインというものが多くあります。とは言ってもユニクロなので価格的には大変お安くなっているのですが、通常のラインと比べると数千円ぐらい価格が上がる傾向にあります。しかし価格が上がっている分、素材使いだったりとか質感がすごく高くなっているものもあって、非常にお買い得なラインナップとなっています。そんな中、今回ユニクロ U の2021年秋冬のラインナップが公開されました。事前に発表されている情報や他の YouTuber さんの先行レビューなんかを見て、おすすめしたいアイテムを今回は3つ選んでみたいと思います。まず1点目がヘビーフランネルシャツです。こちら今回のコレクションの中でメインのルックに出てくるものなんですけれども、いわゆる寝るシャツという服ですね。ユニクロの寝るシャツといえば、大昔に買ったことがあるんですけれども、その時はいかにもよくあるような柄という感じで、この服を着てて街中で同じ服を着てた人とすれ違ったことがあって、それですごく残念な気持ちになって、まあ、あまり着なくなってしまった覚えがあります。しかしこちらユニクロ U の寝るシャツは柄が独特な中間色を使ったもので、すごくトレンド感を感じる柄となっています。また生地もしっかりとしていて、オーラリーのようなハイブランドのシャツ、寝るシャツを思わせるような仕上がりになっていると思います。4色展開されているうちどれも非常に悩ましいんですけれども、まあ、自分の好みだったり、他の服との合わせで選んでもらえればいいのかなというふうに思います。私は去年のコレクションで、ライトフランネルっていう名前のものを買ってこれを愛用しているんですが、こちらも非常に独特な風合いというか色合いを持っていて、非常に使えるものです。で、今回はヘビーということで、アウターとしても羽織れるような厚みのあるような生地になっていると思われるので、これはこれで非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、ユニクロ U といってもユニクロで非常に人気なので、これを着て街中でこう街中の人と被る可能性がないわけではないと思うんですけれども、まあ、ユニクロの服が被るよりかはちょっとダメージが少ないというか、まあ、そんなにその辺のおじさんが着てたりすることもあんまりないので、その分ダメージは少ないかなという気がしています。次に紹介するのがスウェットパンツです。ステイホームのこのご時世で リラックスした服装がより求められる時代になっていますが、今のご時世になる以前からスウェットパンツというのはトレンドとして定着してきたところがあるかと思います。ですがこちらのスウェットパンツというのはファッション的には結構難しいアイテムでして、普通に着てしまうとただの部屋着に見えてしまったりということがあります。ユニクロ U のこの生地はしっかりしているので、ただ履いただけでもそこまで部屋着感が感じられなかったりとか、色味もこうベージュとかブラウンとかそういったものがトレンドにあふれるものになっているので、そういったものを選ぶことによってよりきれいめに着ることができるんじゃないかなと思います。トップスはシャツとかそういったちょっときれい寄りにしたものを着て、それを崩す形でバランスを取るというのがいいんじゃないかと思います。もちろんスウェットパンツなので日頃のテレワーク中とかに普通に履いてもらって、ちょっと外に出るくらいだったらそのままの格好で出れるみたいな形で、非常に使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。次に紹介するのはこちらのソックスです。ユニクロで靴下とか下着だけは買うという人も多いんじゃないかと思いますが、ユニクロ U の靴下は一味違うデザインになっています。秋冬になってきて、おしゃれに気を使うときに重要なのが足元になります。まだ暑いからといって、アンクルソックスなんかをずっと履いていて足首を見せたりしていると、季節感をこう意識しないような印象を抱かせてしまうことになりますので、秋冬らしい格好をするっていう秋らしい格好をするという時に靴下に気を配るのはとても重要です。またこの後さらに寒くなってくると、ユニクロのヒートテックが欲しくなってくる季節になってくると思いますが、普通のタイプのヒートテックの靴下だと
いかにもヒートテック、ユニクロっぽいっていう見た目になってしまうことがよくあります。ですが、こちらのチャンキーソックスはリブ編みになっていたりとか、色も通常のラインにはないようなトレンド溢れる色になっていたりというところで、ヒートテックの機能性がありながらおしゃれに見えるということで、非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思います。以上3点紹介させていただきました。実際に購入してからまた動画を撮りたいと思っているんですけれども、ユニクロ U のアイテムは、発売後ですね、すぐになくなってしまう可能性がありますので、秋冬の服に興味があるという方は、早めに店頭に行ってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。それではまた。